白旗城は、ハリマ国阿コ郡白旗に存在していた、日本の城、赤松市城跡の一つとして、国の史跡に指定されている。室町時代に、ハリマ国白旗山に築かれ、ハリマ守護赤松市の居城となる。追記,記には二つの説があり、鎌倉時代末期に、赤松のり村が、森吉新郎の領事を受け、鎌倉幕府打倒の軍を挙げた時に築いたという説。 もう一つは、のりむらが、幕府滅亡後に成立した、県務政権から離反した、足利尊氏に従い、宮方の新田吉貞の精神を食い止めるために築いた、説。赤松延伸はこの城に籠もり、古典、太平記によれば、登場する足利軍を迎え撃つ新田軍約6万を50日、余りの間、足止めさせ、港川の戦いでの足利軍勝利に貢献したと、言う。 他にも諸説があるが、有力なのは1335年説である。1361年には、赤松のりが、南朝方の襲撃で、京都を逃れた、春オーラを避難させたという。柿津元年、赤松光つ助は、将軍、足利義則を討伐するとして、八鬼城で挙兵したが、幕府軍に攻められて落城する。京徳三年、赤松の高は、 白旗城に入り、矢野僧に年貢を納めるよう命じた。また城の集築、改修のために、妊婦も徴用している。明王八年、守護代、浦上の宗は、赤松吉村を要して、八鬼城に入る。同年、浦上高四国は、の宗らがこもる白旗城を攻めるも、の宗の家臣の浮きた吉家の働きによって、撤退させられた。永正四年、 赤松市のご一家衆、赤松春馬守や、当主、赤松春馬守勝則が、白旗城によって、反旗を翻すも、吉村の攻撃によって落城をする。永正17年、赤松吉村が、白旗城を拠点に、三坂国岩屋城を攻めるも撤退。この頃の記録を最後に、白旗城の名は、歴史上から消える。 標高約440メートルの白旗山城から、尾根、谷部にかけて、東西約350メートル、南北約850メートルにわたって築かれた、連閣式山城で、白旗城の狂わと、縄張りは、本丸、二の丸、三の丸で形成されており、他にも、馬場丸、侍屋敷等がある。三の丸の近くに、罪人を突き落とす、千人落としがあり、 本丸と三の丸の間に夏でも水が枯れることのない、高架の意があったが、今ではもう枯れて塞がれている。城へ登るには、赤松方面からは、日原谷、船が谷を通り、暗い方面からは、米谷、ひ原谷、倉の谷、傍国、火汚ごりを通る。毎年11月23日に、ふもとの赤松地区で、白旗城祭りが開催される。 角川日本地名大辞典28票5件。ありがとうございます。